人ハコ書道。いらっしゃいませ。人ハコ書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。1。まあ綺麗だわ。欲しいわね。あたし、あれを壁にかけて毎日眺めたいの。何を？あれよ。彼女の魚のような指をたどると、昼の月がくすんだ街をうっすら飾っている。ねえ、取ってちょうだいよ。ええ、あなたの満月をくれるんなら。何言ってるの？私は、彼女のふっくらしたお尻をつっついた。おバカさんね、嫌よ。冬の薄日が田舎から滑り落ちてきた。壁に街路樹が染み込んでいる。昼の月がぐるりと一回転した。突然、私の胸がジーンと湿った。彼女が海岸の女のようにコートをさっと脱いだのだ。彼女は漆黒のコートを私に手渡すと脇目もしないでぐんぐん歩いていった。彼女を追う私の足は滑った。まるで歩道にはウドが敷き詰めてあるように。2。アカシアの花器から窓が寒天のように透いて見える。凍った階段、階段、また階段。彼女は私を曇天の温室のような部屋に通した。下ろされたカーテンには外の光がしぼんだ花を点々と滲ませていた。羽織がきしんで長椅子の上に投げられた。裏地の朱色が私を圧倒した。この帯いいでしょう。この丸いところがイチジクなの。あの人が描いてくれたのよ。それからこの。なぜ僕に書かせてくれないのだ。いいじゃないの。あんたは下手なんだから。表現派模様の帯の一端を私につかませて、彼女はかかとでくるくる体を回した。下着には川が流れていた。春だ。あいつが描いたんだって。ふん、なんともないぞ。今俺はこの川に口をつけようと思えばつけることができるんだぞ。ああ、満月だ、満月だ。私は彼女の上に倒れた。3。ふと気がつくと磨かれた部屋の壁に私たちの和合した姿が夢のように映っている。こいつは、いけない、こいつはいけない。私はふらふらと立ち上がった。そして窓際へよろめいた。私が頭を壁に支えてカーテンの隙間からそっと覗くと灰色の街の上に青い空が海のようにいびつっていた。だが、あれはどうしたのだろう。空のどこを探しても見当たらなかった。昼の月はいつの間にか落ちていた。北川冬彦、幻音期と月より昼の月です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。男女二人の逢瀬を描きながら、月を主題とした詩でございますね。官能的と言える情景の中、さてどこまでが夢なのか、どこまでが本当なのか。非常にあやふやな情景が展開されていきます。信じられるものは何で、信じられないものは何なのかという問いかけのような気がいたしますね。愛も、時間も、その人さえも、おぼろげで、不確かなもの、そしてそれは自分も同じこと。世の中のすべては、真昼の月に映った影絵なのかもしれませんね。人は、数限りない人と出会い、数限りない人と別れていくものでございますね。仲が良かった友達も、気の合った同僚も、別れてしまえば、夢の中の存在のように思える時がございます。本当に、そんな人がいたのか？と問われると、返答に窮するものでございますね。出会った人の中で、関係が続く人というのは、
別れた人の 1% にも満たないのではないかと思う次第でございます。関係が続いていく人物、その人と出会えるというのは本当に奇跡のようなものでございますね。その関係を大事にしていきたいものでございます。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴の葉葵と琴の葉茜でした。琴の葉古書道。